はい、ごきげんよう。中二の英語ですね。で、今日はね、新しいお話入ってきました。文系というお話ですね。まあ、今まで比較やってきましたけどもね、まあ、散々ってわけじゃないけれども、まあ、結構続いてきたんで、まあ、ちょっと新たに話を変えまして、文系というところ入ってきました。はい、でね、英語には、まず主語、ね、それから動詞、補語、目的語というね、要素があるんですね。主語、動詞、補語、目的語です。で、それぞれね、あの主語のことをサブジェクトというので S と、動詞はね、バーブというので V、補語はコンプリメントということで C、目的語はオブジェクトということで O なんていう風にね、略されて、まあ、書かれることが多いんですが、はい、この4つの要素の組み合わせ方によりですね、5つの、まあ、型ですね、形に分類することができるんだということなんですね。それで、それぞれ例えば第1文型とか第2文型とか第3文型とか第4文型、第5文型という風なことなんだね。はい、そこで今日は第2文型に関しまして、まあちょっと詳しく見てみようということなんですね。はい、別に今日が初めてその第2文型の文章を書くということではなくて、今まで実際書いてきたりしてはいるんですよ。でもそれを改めてね、その文章のね、作りというのかな、そういうものを確認するということで、今日第2文型ね、見ていってみようということなんだね。まあプラスアルファでね、ちょっと紹介はしていきますけどね。はい、例えばですね、じゃあ第二文型っていうのはどういう形でなってるかっていうと、SVC の形なんです。主語、動詞、補語からなる文章。はい、これを第二文型の文章と言っていくんだね。で、補語っていうのが、ちょっと意味がね、よくわかりにくくて、動詞を補って主語を説明する言葉。よくわかんないんだ。ね、ということで、よくね、名詞とか、例えば名詞とか形容詞なんていう品詞の言葉がなったりすることが多いんだね。例えば例文です。はい、he is a teacher。ね。はい、まずこの he という言葉、主語ですよね、彼は。ね、だから S なのよ。はい、be 動詞だけに V なのよね、バーブ動詞。はい、そしてこれが、で、teacher って、まあ、名詞ですよね。はい、ですから、まあ、名詞なんだけど、ここがその補語ということで、she というものになるわけね。はい、同じく、ね、彼女はということで、主語。はい、動詞の V。はい、そしてこの beautiful、美しいなんていう意味で、形容詞。やはりこれが補語ということになってくるということだね。はい、で、第2文型の特徴として、ね、この SVC と並んでるわけなんだけれども、はい、このね、主語の S と、補語の C が意味上イコールの関係にあるんだね。どういうことかっていうと、はい、彼は先生です。彼女は美しいということなんですが、はい、ね、主語の彼と、はい、teacher、先生。そう、彼が先生なんだね。はい、先生は彼なんだね。はい、彼女は美しいんだね。美しいは彼女なんだね。ってことで、はい、意味上ですね。はい、この S と C がイコールの関係にありそうだ。ね。はい、こんな関係にあるのが第二文型ということだね。で、実際ですね、この第二文型じゃなくて、まだちょっとこの紹介してないこの先の文章なんだけど、例えばこの SV、主語、動詞、なんとかっていう風な来てるものとして、例えばさ、I play tennis ね、なんていう文章があったとしましょうよ。ね、I play tennis ね。はい、でも、I は主語だ、S、ね、動詞だ、V。はい、そしてテニスは、なんだろうなって思った時に、これ、I、私とテニスってイコールじゃないですよね、イメージをね。はい、だからこれは二分形じゃないんだわ。っていうのが、まあ、判別としてできそうだな。っていうのが、まあ、後の問題にはなってきますけれどもね。はい、そんな感じで、第二分形の文章っていうのは、この S と C、ね、主語と補語が意味上イコールの関係にあるよっていうね、そんな特徴があります。ということだったらね、ということでした。さあ、そこでですね、その後、ね、またこちら移っていくんだけれども、第二文型でよく聞かれてくる、まあ、表現というかな、形というかな、それをね、今日はちょっと3つ紹介してみました。うん。だから、まあ確かに第二文型が、で、S、V、C で、まあこんな関係があって、とかっていうのがあるんだけど、ちょっと、まずはね、この、連語のような感じで、こう来たら、こう訳そうかな、なんていう感じで、こういう日本語来たら、こういう英語書いてみようかな、なんていうような感じで、まずちょっと簡単に覚えてもらおうかな、というところで、あります。はい、そこでですね、はい、例えばこれ、you look young
とか It looks like a picture とか I became a doctor ね、なんていうね、こんな表現ですね。はい、まずこれ European にどんな意味になるかっていうと、はい、まずね、 look 形容詞という形をとってます。これはね、はい、 look 形容詞ね、 look 形容詞、はい、 look に形容詞が来てますやんっていうね。はい、で、はい、この look 形容詞ときましたらね、はい、何々に見えるね、はい、何々に見える、はい、こんなような意味で取っていくんです。はい、だから You look young、 はい、あなたは何に見える、はい、若く見えますね、なんていうことですよ。あなたは若く見えますなんて言って You look young ね、なんていうことですね。同じくなんか look 使ってるんだけど、今度 looks like a picture になってますね。はい、ということで今度は、はい、look like と使われてます。はい、look like で picture 名詞ですよね。はい、look like 名詞。はい、look like 名詞ときましたら、やはりね、ちょっとこいつに似てるんだけれども、まあ、何々のように見える。まあ、似ているなんていう意味になるときもあるんだけどね、何々のように見えるということですよ。で、これ、it looks like a picture。はい、それは何のように見える？あ、picture。picture というのは絵とか写真だ。はい、ですから、絵のように見える。写真のように見えます。なんていうことになるわけだね。はい、だから、なんか、look 形容詞、なんか似てるんだけど、何が違うか。で、この like ね、like って好きじゃないよ、好きじゃないよ、何々のようにっていうような前置詞の like だけどね。はい、で、じゃあ、何がどう違うの、この like が入るの、入らないの、何が違うのとくれば、はい、そうですよ、そうですよ。look の後がこれ、これ、形容詞なんですよね。の時は look 形容詞。ところがこっちほら、look like 名詞になってる。だから名詞だったら look like を入れてあげるということでね。どちらも同じような感じの意味で何々に見えるぐらいな感じになるんだけど、はい、look 形容詞。形容詞だったら look 形容詞ね。名詞だったら look like 名詞、like が入ってくるということでした。ね、それは、絵のように、写真のように見えますよね。3単目の S。まあ、これは別に今の話題じゃないけれどね、ついてはいますよね、ということでした。はい。それからもう一個、I became a doctor ということで、この become 形容詞、または、これに関してはですね、はい、become、形容詞、ね、または、はい、名詞も来ることができる。ね。はい、で、何々に、はい、なる、なんです。はい、become 形容詞、または become 名詞で、何々になる。はい、だから、I became 過去形です。なった。I became a doctor。まあ、今回はね、名詞が続いてますけどもね。はい、私は医者になった。なんていう感じで、I became a doctor。ね、なんていうことでした。ね。はい、ですので、二分形でよく出てくる形で、この look 形容詞、look like 名詞、それから become 形容詞名詞ね。この辺よく見かけますので、まあ、これはこれでね、まあ、なんか連語みたいな感じで覚えてみてください。ということでございました。ということでした。ね。はい、ということで今日は第2文型ってことでね、初めて入ってみましたが、ね、いかがでしょうか。ね。ですから、まあ、またまた機会で、ね、この後の機会で、1文型、2文型、3文型、4文型、まあ、5文型は実は3年生の内容になるんで、まあ、4文型までの紹介になると思うんですけどもね、またまたこの中間テスト対策と絡めまして、少しずつ紹介していってみようかなというふうに思っております。ということで、本日はこんなところでした。ね、look 形容詞、look like 名詞、become 形容詞、または名詞、ぜひともこの3つ覚えておいてください。では、また。